お疲れ様です。3月22日金曜日朝6時の相場解説になります。えー、昨日もね、えー、随分と円安の方向に向かいました。この冷やしの方を見ていただくと、下髭を立派に出してですね、陽線が輝いているのがわかります。で、152円の水準にこれで向かいますんで、通常でしたらここでね、介入を警戒しなくてはいけませんけども、なんと日銀がね、利上げを発表して、 財務省が介入するなんて本当に冗談でもないようなね。まあ、そんな政策になってます。なんかめちゃくちゃですよ、はっきり言ってね。でも私たち FX のプレイヤーっていうのは、そのめちゃくちゃである状況が意識できれば利益を取ることができます。さあ、今日も頑張っていきましょう。で、今日はね、8時30分から CPI がありますんで、これね、矢印書いちゃいましたけども、CPI がありますんで、だから今すぐどうこうはできません。 ですので少なくとも9時半とか10時ぐらいまでは市場の動向を見守る必要がありますよね。まあ、そんな感じでね、今週は祝日もあったり、それから日銀の発表もあったりで、トレードにならなかったでしょ。うん、だから、もう今週はトレードすることを割り切ってね、もうぼんやりと遠くから眺めるぐらいにしといて、生活の方とか、他にやらなきゃいけないことをしっかり固める、まあ、そんな一週間にしたら正解だったんじゃないかなと思います。 まあこんな1週間でね利益上げたって再現性ないわけですからだからここはそんなに大事じゃないですよあの同じような状況の時に同じような利益を積み上げることの方がテクニカルでは大事ですそっちの方があのきっとですね資金を増やすことができますからそれから生活も修正しなくちゃいけないでしょう FX ばっかりやってても生活壊れていきますんでね、うん、そういったバランスを取るためにもあ今週は無理だなと思ったらやらないっていうのは非常に大事なことなんですよ で、えー、今回は特に利上げの発表っていう風なね、17年に一度、ね、17年間一回もなかったわけですから、そういう風なむちゃくちゃレアケースに一生懸命取り組むんでも、その力っていうのは次に活かせませんからね。はい、というところでね、グダグダと言いましたけども、今日がどうなるのかはちょっと時間を追ってからになると思います。とりあえず4時間1時間も見ていきますね。あんまり意味はないですけども。<laughs> 4時間を見ていくと、 まあこんな感じで新しいレンジのマーケットがここにできていることがわかります。で、上昇トレンドはものすごい勢いで起きてますよね。で、ここからはもう日銀の発表があってからのことなんで、単なるトレンドとはね違いますけどね。ファンダメンタルですね、これね。で、1時間見ていきましょう。はい、このような形になってます。本来なら、こことここで天井を決めて、ここで下を決めて、 こういう風なレンジを作ることで、やぶさが出ないわけですよ。しかし、もうすぐ CPI が来ますんで、ここはね、まずは壊れていくでしょうね。うん。で、今日は金曜日ですから、収まる頃にはもう、市場は終わってるって感じなんで、今日もエントリー非常に難しいと思います。だから、一生懸命エントリーポイント探すよりも、今日はね、自己解説を眺めるぐらいがちょうどいいと思いますよ。うん。で、どっちかっていうと意識は、今回の一週間の騒ぎが収まっていった、嵐が過ぎた、 25日から29日まで、こちらの方に意識を向けた方が、まあ難易度、簡単なところで多くの利益を落ち着いて取っていけるんじゃないかなと思います。来週は難易度はね、星5つから3つにぐっと下がりますんで、ね、結構攻略しやすいと思います。はい。それではね、今日も更新少なめだと思いますけども、よろしくお願いします。ありがとうございました。